五十嵐麗です。3歳最強と言われた二冠馬ドゥラメンテ不在の菊花賞が今週開催されます。どの馬にもチャンスのある乱戦となりそうな菊花賞ですが、今年は血統にも注目した万馬券狙いの予想をしたいと思います。それでは皆様、今週もよろしくお願いします。まず本命にしたのはミュゼエイリアンです。過去のレース内容を見る限り、長距離に適しているのは今回のメンバーではこの馬。血統的にも父スクリーンヒーロー、父父にグラスワンダー、そして母父がエルコンドルパサーの血統なら長距離への対応力もあると見て本命に選びました。この父父と母父の血統は伝説の名馬サイレンス鈴鹿と同じ血統なのも魅力ですよね。対抗にしたのはタンタアレグリアです。長距離レースのベース配分が抜群にセンスのあるエディナ騎手が鞍上というのも魅力で、血統的にもゼンモロブロイ3区なので、今回のメンバーならエディナ騎手とのコンビで一発ありそうな気配がします。3番手にしたのはブライトエンブレムです。決め手にかけるのが課題の馬なのですが、ステイヤーとしての血統も流れており、札幌2歳ステークスのレース内容から考えても距離延長がプラスになりそうです。そしてベルーグ、まだまだ未知数なハービンジャー3区ですが、この夏競馬でフルーマ相手に戦って前線できたのはプラス材料だと思います。気象的にも幼さが残りますが、展開次第では急浮上も考えられそうです。あとはリアルスティール、骨折明けも厳しい展開の中伸びてきての2着と照準は万全のように思われますが、少し前走のセントライト記念の内容が良すぎるのが気になる一頭です。実力的には外せない馬なのですが、5番手評価にしました。穴馬にしたのは純翼です。ステイゴールド3区で母父にアフリートの血統が入っているのも魅力の馬。アフリートはダートで活躍する馬を輩出する血統ですが、過去にゴールデンジャックやプリモディーネなど長距離 G1 での暴走した馬を輩出していて、穴で狙うなら面白い一頭です。今回春の天皇賞でビートブラックに騎乗して優勝した石橋秀騎手との手綱さばきと、ね、コンビにも期待です。以上の6頭をミュゼエイリアン、タンタアレグリアの2頭軸のマルチ、相手4頭の合計24点で的中を狙いたいと思います。乱戦となりそうな菊花賞をどの馬が制覇するのか楽しみですね。それでは今週はですね、富士ステークスの予想も配信していますので、そちらもご覧いただけたら嬉しいです。あとは今週も皆様のチャンネル登録をお待ちしています。それではまた来週お会いしましょう。